二人と思ったら一人でした。ここは倉庫がすっごい大きな倉庫だな。あ、出た。これね、なんかね、昔さ、体験版の実況をね、一瞬だけ見た記憶があるんだけど、その時こいつめちゃめちゃ下ネタ言いまくってた気がするんだけど、この子だったよね、確か。なんでねえんだよ。やたらと派手な女の子が棚に並んだ薬品をガチャガチャやってるけど、何か探してるの？急に話しかけてくんじゃねえよ、ベース豚。初対面でいきなりメス豚って。あのさ、驚かせたのは悪かったけど、そんな言い方って絶対悪口罵倒されるんだろうな。おい、黙れチンポ。今俺様の胸見ただろ。は？まあ仕方ねえか。おめえごときじゃこんな巨乳美人とは一生付き合えねえもんな。せめて見てえよな。いや、たまたまそっちに目が行っちゃっただけで。その調子でたまたま盗撮したとか、たまたま痴漢したって言い訳すんのか？ぶ、変態だな。ま、見た目からして変態っぽいもんな。その帽子もエロい目線を隠すために被ってんだろ。で、そのズボンも交換を隠すために履いてんだ。まあ、それ間違ってないな。防寒対策という意味もあるけど。ズボンは当たり前じゃない？帽子なんか被ってるやつは全員変態だ。かわいそう。かわいそう。なんだよ。お、やばい、ガチギレモード入っちゃった、犀原秀一。なんだよそれ。放っておいてくれ。どんな理由で帽子をかぶろうが僕の自由だろ。なんかあんだろうな、帽子かぶってんのも。なんか頭怪我しちゃったみたいな、あるよね。なんかあのコナンのさ、目暮警部が帽子かぶってる理由がなんたらかんたらみたいな感じ、あれに近いのかな。なんだよ、雑魚のくせに逆切れかよ。押したら弱いタイプ。まさかの世界にこびろよ。俺様がショックでやる気をなくしたら世界規模の損失なんだぞ、ね、さっきからめちゃくちゃ言ってるけど、あなたって何者なの？マジかよ。 お前マジかよ。この俺様知らねえの？黄金の脳細胞と歴史的な美貌を誇るあの美人すぎる天才、超高校級の発明家、イルマミユ様だぞ。発明家なんだ、意外と。意外とね、イルマミユ、超高校級の発明家。まあ確かになんか薬品とか見てたからな、まあそんな感じはしたけど、聞いたことないけど、まあ科学系かなとは思ったけど、発明家ってまあガチなのかな。じゃあ本当にノーベル賞的なそういうニュアンス。ちなみにどういう発明をしてるの？寝ながらキーボードを打てる便利グッズとか、寝ながら漫画を読める便利グッズ。なるほどな。まあ、そういう感じか。無印用品的な感じ。あとは、寝ながらご飯を食べれる便利グッズとかもだわ。てか、寝ながらばっかだし。全部寝ながらなんだ。こっちはいかに寝ながら過ごせるかをテーマに発明に取り組んでる。まあでも、寝ながらご飯食べるってやばくない？寝ながらキーボード打つとか、めちゃめちゃすごくないか、よく考えたら。ま、生きにくいに作った目薬型コンタクトとか、くだらねえのもあるっちゃあるけどな。あれって、イリマさんが発明なの？友達でも使ってた子がいたよ。パンピーゲー！あんなのぶったいしたことねえつーな。寝ながら楽できるわけでもねえし、おめえらと同じ失敗作だな。権利だって企業にくれてやったから、俺様はもう何も関係ねえしな。なんか、もったいないな。寝ながらシリーズよりよっぽどすごいと思うけど。ところでさ、さっきは何を探してたの？なんか一生懸命探してたよね。おめえは一皮むけたバカか？この状況で探し物って言ったら薬しかねえだろ。薬ってどっか怪我したの？具合でも悪い？バカか！アホか！強めの薬とか大量に飲めば副作用で幻覚症状が出るだろうが。え？ぶっ飛んで、このクソみたいな状況を忘れたい！って何考えてんの？薬で現実逃避なんてダメに決まってるでしょ。精神弱いのか。なんだよ、その他大勢の常識を天才の俺様に当てはめんじゃねえよ。どうせ肝心の薬がねえんだからぶっ飛ぶこともできないんだしよ。もう怒らないでよ。天才とあれは紙一重って言うけど、この人は余裕で超えちゃってるね。人気ありそうだな。こいつ人気ありそうだな。なんか通信簿、特に男性人気すごそうだな。それに犀原くんはどうしたんだろう。帽子の話になったら急に怒ったけど、あの帽子にはあんまり触れられたくないのかな。まあキリギリさんも確か手袋がなんか火傷の跡あったみたいな、そういう話してた気がするんだから、まあ、それに近いのかな。やっぱり探偵ってやっぱそういうの持ってんだな。
お、二人いるね。なんか魔法使いみたいな人がいるんだけど、ここは学食かな。学食まであるところを見ると、やっぱりここって学校みたいだけど、まあこれ確実にやっぱ希望学民で学園ではなさそうだね。まあなんか配置的にマップ的にもまあ違うと思ったけど、まあ学食が全然違うからね。最終学園って言ってたよね。一体どういう学校なんだろう。よっす、魔法使い。うちらはここに閉じ込められておるのか。そうみたいだけど。でも怖がらなくても大丈夫だよ。きっとすぐに出られるようになるからさ。別に怖くなどないわい。面倒いだけじゃ。うちはこれ式のことで取り乱したりせんのじゃ。なんせ魔法使いじゃからな。やっぱ魔法使いなんだ。でも魔法使い、超高校級の魔法使いいないと思うけど、まあマジシャンとか手品師あたりか。魔法、うん、そういえばまだお主らには言ってなかったな。聞いて驚いて。とうとう非現実的なもの前出てきたんだけど、ガチで？さすがに占い師じゃないの？ちなみに表のだろうな。超高校級のマジシャンということになっとるかな。夢の卑弥呼、卑弥呼様、卑弥呼様なんだ。ああ、マジシャンなんだ。だったら最初からそう言ってよ。まあそりゃそうだよね。魔法なんて存在するわけないもんね。怒られるぞそういうこと言うと。あーしょんぼいしちゃった。魔法は存在するぞ。魔法使いじゃからな。でもさっきマジシャンって自分で言ってたけどな。マジシャンなんでしょ。いや、それは表向きの話じゃ。良いか、陰謀でマジシャンを名乗らされておるが、うちは魔法使いなんじゃ。まあ精神がおかしな人なんでしょうねきっと。陰謀って、お主らは知らんのじゃろうが、マジシャンズキャッスルという団体がある。世界の手品愛好家が集まる手品の殿堂とも言われる団体じゃ。そこでマジシャンオブザイヤーの歴代三連勝受賞者として選ばれたことが、まあ確かにそれだったら超高校級のアレンな。やっぱりすごいんだね。それが陰謀なんじゃ。うちの魔法を手品と称することで、連中は魔法の存在を隠そうとしておるのじゃ。その陰謀のおかげで、うちは手品師として有名になって、世界中のマジックショーから出演依頼が殺到し、うちはマジシャンではないのに、魔法使いなのに、誰にも認めてもらえん。それもさ、種も仕掛けもガチでないってことを証明すればいいんじゃないの。なんかもう、なんかできないんか。まあ、そんなに落ち込まないでよ。まあ、どういう類のね、手品なのかにもよるけどな。だったら、おい、いいこと言うじゃん、サイハラ。だったら、君の言う魔法を見せてよ。そうすれば、僕も信じられるけど。そうだ。ついでに、その魔法で、私たちを助けてよ。ほら、私たちを元いた場所まで、ひとっ飛びとか。魔法は万能ではない。やれることは限られておる。まあ、それでもいいから。そうなんだ。だったら逆に何ができるの？そうじゃな。観客の選んだカードやコインを当てたり、あとは鳩を出したりするマジックなのよ。本気ないば人体切断なんかもできる。なんだかそれマジックなのよ。完全に手品だ。ロリコンから人気ありそうだな。で、こっちはあれか、ツッコミすごかったやつか。何？大きな声を出して気合を入れているところです。知りませんか？大きな声を出すと脳のリミッターが出て気合が入るんですよ。おお、プロのアスリートがやってるね。目の前のプレーに集中する方法の一つらしいけど、はい、いつ襲われてもいいように臨戦態勢を整えておかねばなりませんからね。必殺のネオ楽器道。楽器道って何？で、身を守るのですよ。合気道か。合気道ってことはもしかして君って、茶柱伝子。どういう気持ちでその名前名付けな。まず茶柱って名前なんだな。そこの時点ですごいけど、合気道家茶柱伝子。合気道って武道家っぽいイメージだけど、こんなに可愛い子もやってるんだ。可愛いって、いや、やめてくださいよ。別に可愛くなんてないですって。
シェイクを吸うときとかすごいシワクシャですし、タオルで顔を拭くたびにまぶたが裏返っちゃうんですよ。そうなんだ。でも本当に可愛いと思うよねえ、サイハラくん。サイハラに聞くだけだから、もう照れちゃうから、サイハラに聞いちゃったら照れちゃうから。なんだその顔は、なんだその顔は、どういう心境、どうしたの、急にすごい顔になったけど。天候、男子なんかに褒められても嬉しくありませんので。男子のこと、もしかして男の人が苦手なの。苦手っていうかそれ以前の問題です。男子に触られそうになると情景反射で投げた後すかさず極めてしまうんです。確かに苦手以前の問題だね。あのさ、ところでさ、さっき言ってたネオ合気道って何なの。師匠と一緒になんとなく合気道を想像して、そこから作り上げたのがネオ合気道なのです。完璧な自己流ってことだね。開かないか。まあでも途中やっぱ開かないとこあるよね。ここ開かないみたいだね。まあ多分進んでいけば勝手に開くようになるのかな。そうだね。あ、そういえば今回女性主人公だからさ、これ女子トイレしか入れないのか、もしかして男子トイレって入れんのかな。まずそもそもこのマークと雰囲気、多分男子トイレだよね。 いくらなんでも入るわけにはいかないよ。気になるなら僕が中を見てこようか。別にそんな気になんて。ほら、こんな妙な建物だし何があってもおかしくないよ。ちょっと待ってて。優しいと犀原くんはさっとドアを開けて中に入っていった。普通のトイレだってよ、変なものなかったし誰もいなかった。そっかびっくりした。やっぱりこういう時は探偵の血が騒ぐのかな。じゃあ女子トイレの方行く。大丈夫なんか、僕通報されたりしない、これ動画通報されたりしない、大丈夫、入っちゃうよ。このマーク多分女子トイレだね。多分じゃないと思うけど。サイハラくん、ちょっと待っててくれる。お、こうカットしてくれるんだったらね、僕としてもありがたいけど。変な顔しないの。中に何があるか見てくるだけだから、こんなところに出口があるなんて思えないけど、一応ごめん。わあ、入っちゃった。大丈夫かこれ。あ、でも特に何もなさそうだな。トイレは普通だね。まあ植物が生い茂っていうのは変だけど。前な、ここで弾丸ロッパ1の時はね、いたからな。あの超高校級の生徒会長じゃなくて風紀委員が、風紀委員のなんだっけ、石丸くんか、石丸くんがいたからな。一応来ないとな。お、なんだなんだ、あ、なんか一個開いてんね。通行手形って書いてある。これって何かの装飾なのかな。一応もらっとく。さあ、真ん中にくぼみがあるけど何なんだろうね。もしくはここに1個はめると開くタイプか。ほんとここって奇妙なことだらけだね。まあいずれじゃあここに通行手形をはめて、ここにちょっとなんか道できたりいやすんのかな。あ、でもなんかさ、なんかちょっとさ、みんな見て、ちょっとクイッてなってない、クイッて、この道ができそうな感じしない。これあんな、ここ道できるな。でちょっとへっこんでるんだよね、その場所が。へっこんで出っ張ってるっていうのかな。まあじゃあとりあえずここ行くか。ここでも出口臭くないか。だよな、開かないよな。あれ、でももう体育館しかないな。あ、じゃあもう体育館行っちゃいいのかな。これ大丈夫か。他になんかまだ会ってない人とかいないかな。ここは体育館かな。開かないか。開かないのか。あれ、開かない。ここの体育館は入れないみたいだ。ここの体育館ってことはここじゃない体育館があるのか、まさか。どうしたの？ん、犀原くんどうしたの？なんか急に変な感じがしたんだ。まあ最初入れたからな。変な感じ？デジャブっていうか、前にも僕はここに来た感じがして。まあそうだよな、さっき来たもんな。さっきっていうか前回も。僕らって想像以上に大変なことに巻き込まれてるのかもしれない。まあめちゃめちゃ大変なことに巻き込まれてるだろうな。まあこれだけわけがわからないと嫌な予感くらいはして当然だけど、でもきっと大丈夫だよ。どうしてそう言えるの。ここは超高校級の天才を持った仲間が16人もいるんだよ。その仲間同士で力を合わせればなんとかならないことなんてないよ。仲間？仲間じゃないんか、おい。サイハラ、やってんな。こいつ裏切り者だわ、完全に。お、ここさ、下あるじゃん。まだあるな。
教室 A、 あ、教室 B、C、D、E、F、G とかあんのか。お、いるね。おっと、なんかメカニックっぽいやついる。おーい、待てよー。なんだ？僕に近づかないでください。白い服の人がもう一人の妙な格好の人を追いかけましてみたいだけど、何これ、どういう状況。でもな、この子一番最初見た時さ、そんな変な格好じゃなかったよね。もうちょっとまともな格好してたはずなんだけど。悲しいよ、こんなメカニックな格好。まあいいけど、僕に近づかないでください。待ってってば。ちょっとボディを触らせてよ。俺はロボットと友達になりたいんだよ。ロボット？何ですか？君たちもロボット差別で、ロボットなの本当に。ロボット差別かどうかは置いといて、ロボットなの？そこまでです。僕にも録音機能はあるんですよ。差別的な発言をすると後で訴えますからね。ね。っていうか君ってロボットなの？本当にロボットなの？まさか。まさかモノクマーズの仲間とかじゃ。やめてください。あんなおもちゃと一緒にしないでください。僕はただのロボットではないんです。僕の名前はキーボ。お、超高校級のロボットなんですよ。あ、なんかキーボって聞いたことあんな。こいつなんだ。キーボ、超高校級のロボット。超高校級のために作られたんかな。超高校級のロボット。ロボットに超高校級もクソもあんのか。お、あーずるいの。勝手に一人で自己アピールしちゃってさ。俺にも自己紹介させてよ、うん、あー、じゃあお願い。俺はオーマ小吉だよ。お、強そう。超高校級の相当なんだ。相当？相当？なんかすごそう。え？相当って、あの相当？ロボットに相当？どっちもかなり意味不明なんだけど。ところで、初めて知ったんだけど、ロボットの息ってガソリン臭いんだね。まず息とか効かないからな。ガソリン臭くありません。僕は電気で動いてるんです。冗談だよ。これ相当ってどういう意味の相当なんだろう。ま、人間のユーモアはロボットには理解できないよね。バカにしないでください。漫才の歴史は学習済みです。せめて漫才そのものを見た方がいいと思うけど。それに見た目はロボットかもしれませんが、君たちと同じ高校生なんですよ。高校生なんだ。僕を作ってくれたのはロボット工学の第一人者である稲田橋博士なのですが、稲田橋水道橋博士みたいな。博士が僕に積んでくれた学習 AI は人間の脳と同じようにする成長する AI でした。だから誕生当日の僕は赤ちゃんと同じように何も分かりませんでしたが、博士はそんな僕を我が子のように根気強く育ててくれたんです。いろんなことを教えてくれて、最終的には僕を高校にまで通わせてくれました。どうですか。そして今に至るというわけです。どうです、皆さんと一緒でしょう。まあ確かにな、まあロボットだからといってもね、人間と同じみたいな、そういう感じか。ねえ、ロボットってチンコついてるの。ちょっと脈絡のない話をしないでください。だってロボットのくせにエピソードが弱いんだもん。まあ超高校級のロボットなんて存在だけで超高校級だけどね。でそっちのオーマくんは、君の超高校級の相当もよくわからないんだけど、俺は悪の秘密結社の相当なんだよ。それ言い出しちゃったらもうね、モノクマの仲間って思われちゃってもうおかしくないけど。結構すごいんだよ。構成員が1万人以上いる組織だからね。なんでいつもさ、高校生の中にそういうやべえ奴らが一人いるんだよ。大和田くんが超高校級の暴走族で、で、クズリュウくんが超高校級の極道で、こいつは相当、もうやべえって、構成員が1万人以上で、ヤクザよりもやばいんじゃね、マフィアとかそういうレベルなんじゃないの？それって本気で言ってるの？悪の秘密記者なんて、まあ、嘘でしたとかそういうオチであってほしいけど。俺は嘘つきだからね。だろうな、よかったわ。さあね、俺って嘘つきだから。いやでもわかんないな。いやこれで本当でしたパターンあるからな。 え、嘘？本当だよ。ま、俺が悪の秘密記者の相当っていうのは本当なんだけどね。どっちなの？教えないようだ。まあ、多分そうなんだろうな、この流れ的に。ちなみにそれってなんて名前の組織なの？長いだよ、秘密結社だもん。けど1万人以上となるとかなり大きい組織だよ。あんまり思い当たる組織がないけど、これどうしよう、超高校級の嘘つきとかそういうしょうもない称号だったら。まあね、秘密結社だからね。ねえ、どう考えても嘘くさいんだけど、やっぱり嘘だよね。放っておきましょう。彼はさっきからそんなことばかり言ってるんです。
ごめん、飛ばしちゃった、また。僕よりよっぽど不審人物ですよ。ま、ロボは人物じゃないからね。不審人物じゃないよね。あ、怒った？ロケットパンチ？そんなのできません。なんだ、つまんないの。なんか変な人。本当に子供が悪ふざけしてみたいだけど。この状況でよく悪ふざけができるよね。それも悪の相当だからってこと？もう謎が謎をよ。なんこの変な空間。変な奴しかいない空間なんだけど。まあ、ロボット、まあ、ロボットはま、いいよ。まあ、百歩譲れろ。相当って何？相当って何？もう訳がわからんて。どうする？サイハラくん。行ってみる？今、地下行こうと思ったんだけど、なんか急にイベント始まったな。どうかな？地下は少し危険かもしれないよ。ただでさえ、謎だらけの建物なんだし。そうだね。じゃあ、慎重に行こうか。サイハラくんを先頭にして。お、僕が先頭なんだ。そうなんだ。戸惑うサイハル君を先頭に、私たちは慎重な足取りで階段を降りていった。